はねゴールデンウィークで結構暑くなっちゃって、もう気温も28度っていうことですごいびっくりしてるんですけど、こういう時って冷房とか使うんですよね。そうするとあの電気代って JEPX っていうあの電気の買える市場があるんですけど、そこの電気代って上がるんですよ。で今回あのこういったコロナとかもあったり、あと今太陽光発電がすごいいっぱいあるんですよね。今電気って昼間実はあの 0.01 円ほぼ値段がついてないっていうことがよくあるんです。で私実は心配してたんですね、電気余っちゃうんじゃないかなって。ただ暑くなって冷房を使うのが、まあ、いいのかっていうのは置いといて、それなりにちょっと需要と供給のバランスが取れてきたっていうのは良かったなと思ってます。